あの、大神一郎少尉ですか？私、新宮寺さくらです。米田中将より大神少尉をお連れするようにとの任務を受けてまいりました。私のことですか？名前は新宮寺さくら。仙台から出てきたばかり、帝劇に入団したての新人です。まだ帝劇の皆さんに迷惑ばかりかけています。でもこの帝都を守るために命がけで頑張るつもりです。後部を動かすのは大変です。でもお互い新人同士頑張りましょう。中将が待っています。行きましょう。大神さん、初めてなんですね。じゃあ正面ロビーから入りましょう。今日は夜の部だけですから。でも間もなく開場しますから、すぐにお客さんであふれかえりますよ。お兄ちゃん、さくらさんの恋人？アイリス、大人をからかってはいけません。こちらは帝国歌劇団に転属された大神一郎少尉よ。ジャンポール、アイリスの大切なお友達なの。仲良くしてね。ねえさくら、どうしたの？このお兄ちゃんの霊力がある。後部に乗って戦うのね。そうよ。アイリス、戦争嫌いだよ。心配しないで、アイリス。さあ、お部屋に行きましょう。マザーグースの本を読んであげる。うん。あ、大神少尉、米田中将は支配人室にいらっしゃいます。では、これで。失礼いたします。ちょっと手を貸してちょうだい。
このあなた。他に誰がいるの？バカずらしてないでこっちにいらっしゃい。そこに落としたフォークを拾って新しいものと取り替えてくださらないかしら。ちょっとあなた、私の言っていることが聞こえなくって、ボケっとしていないで早くそのフォークを拾ってちょうだい。まあそれじゃこの私に拾えと。神崎重工の一人娘、そしてこの劇場の花形スターにして、そして日本社交界のトップレディ、この神崎すみれに床に落としたフォークを拾えとあなたはおっしゃるのですね。クビです。支配人に報告してすぐにクビにしてもらいます。だと思ったわ。ごめん遊ばせ。小川少尉でしたっけ。米田さんなら奥の支配人室にいるわよ。どなたですか？あなたが帝劇に配属された大神少尉ですか。はじめまして、私はマリア橘です。中将は支配人室です。私は稽古がありますからこれで。五時伯爵から聞いてるよ。まあそう、家庭挨拶なしにしようや。デイジ、ここはおめえ大帝国劇場だ。軍人言葉いけねえよ。まあ一杯どうだ。人間が見分けられねえのかい。俺が陸軍中将
米田一輝だ。バカ野郎、よし、わかればよろしい。では、最初の任務を申し付ける。こいつに着替えて受け付けいいな。ひっ、そんな軍服のまんまじゃ目立ってしょうがねえ。何せ秘密部隊なんだからよ。挨拶はいらねえって言っただろう。ああ、さっさと行きな。Mm-hmm.